川上万恵は、日本の政治家、元衆議院議員、京都風寺市出身、活性学園高等高校、神戸松陰女子学院大学短期大学部卒業。日商祝いに就職後、1997年から全日空の客室乗務員、2006年からノースウエスト航空の機内通訳を務める。2009年8月30日執行の、 第45回衆議院議員総選挙に、比例近畿ブロック単独49位で民主党公認で出馬し、初当選した。2010年6月11日、衆議院議長の横道隆弘に辞職願いを提出し、6月14日の本会議で辞職が許可され、衆議院議員を辞職。参議院議員に倉替えするため、同年7月の第22回参議院議員、 通常選挙に京都府選挙区から出馬した。当時の民主党幹事長、小沢一郎が定数2以上の選挙区に複数の候補を擁立する方針を固めており、候補者が見つからなかったための措置であったが、後に本会議の出席日数や衆院で当選後間もない参院への倶がえが批判の対象になった。二陸の京都府選挙区において5位で落選した。敗因について、 首相のカンナウが掲げた消費税増税論議を挙げている。なお、民主党は2009年の衆議院選挙ピレキンキブロックでは名簿搭載者全員が当選したため、川上が辞職しても繰り上げ当選者がおらず、衆議院で一議席を失った。また決員がブロック定員の四分の一を超えない限り、補欠選挙も行われないため、2012年11月16日の 衆議院解散まで衆議院は欠員一となった。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では国民の生活が第一を経て日本未来の党に参加。千葉9区から出馬するも落選した。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙に比例北陸新越ブロックから生活の党で出馬するも落選。 2016年に生活の党が自由党に透明変更した際に京都国支部長に就任したが2017年5月に公認を辞退した。2010年9月民主党代表選挙中にあたる同年9月12日川上のツイッターアカウントから8月25日生活困ってるでしょ ?300 万振り込んであげるから好きなもの買いなさい。 バイアズミアツシ戦隊本部長。結構です。バイエムイ。とのツイートが発信された。これを受けて、週刊新潮2010年9月17日号では、小沢陣営を、菅陣営に引き込む買収ではないかと取り上げられた。第174回国会開会中の2010年4月1日から5月31日までの間に、 衆議院本会議に出席したのはわずか1日だけだった。また川上は所属する農林水産委員会、消費者問題に関する特別委員会にもそれぞれ1日しか出席していなかった。衆議院本会議や委員会を欠席した理由は明らかにされていないが川上のブログの記述によれば川上は国会会期中からすでに選挙区変更に伴う 選挙の準備を行っていた。129万7000円の歳費、100万円の文書、通信交通滞在費を毎月受給していたにもかかわらず、国会に出席せず、選挙運動を優先させていた姿勢に対しては、複数のメディアが批判している。なお、川上は6月に議員を辞職したが、歳費法の規定により、川上には6月の期末手当、 約272万円も支給された。2011年2月4日0時33分にツイッター上で宮崎の火山が噴火し続けている。牛や鳥を大量に殺処分して命を粗末にしていることに宮崎の大地の神様が怒りたけっているように感じる、とツイート。これに対して宮崎県の新し年竹噴火災害や高帝駅、 鳥インフルエンザ流行化に関して、宮崎県民を揶揄しているとも受け取れる、不謹慎な発言だと批判が殺到した。これを受け、宮崎の噴火についてのつぶやきで、宮崎の関係者の皆様に誤解を与えるような表現があったことを深くお詫び申し上げますと、同日1 0時過ぎに追加のツイートをするが、最終的には、両方のツイートとも削除され、その後、 アカウントそのものも削除された。一方ブログ上で一旦公開された謝罪記事には当初、今回ネット上で無名無数の方々から激しいののしりを受けました。私も大変傷つきましたとの表現があったが、短時間で削除され、ツイッター閉鎖の告知記事も大幅に文章が削除、修正された。ありがとうございます。